腰痛で悩んでる方多いですよね。そんな方におすすめの筋トレを紹介します。お腹周りの筋トレを行っていきましょう。まずは腹式呼吸を行います。仰向けになりましょう。仰向けになって膝を立てて行いましょう。片手をお腹の上に当てて呼吸を感じながら行います。息を吸ってお腹を膨らませます。息を吐きながらお腹をへこませていきましょう。細く長くゆっくりと吐いていきます。息を吐き切ったらもう一度同じように息を吸って、鼻から大きく息を吸ってお腹を膨らませます。細く長く息を吐いてお腹をへこませていきましょう。はい、結構です。それでは骨盤の調整を行っていきます。膝を立てたまま片手を腰と床の隙間に入れてみます。入れた手をお腹の力で押しつぶすように腰を床に近づけます。反対の手でお腹を触ってみるとお腹が硬くなっているのを感じられると思います。一度力を抜きましょう。はい、それでは今度は手を抜いて行ってみます。同じように息を吐きながら腰をマットに押し付けます。押し付けた状態でゆっくりと数を数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ゆっくりと力を抜きます。慣れてきた方は膝を伸ばして同じように行ってみます。膝を伸ばすと腰の隙間が大きくなってさっきよりも少し力が入れにくいかもしれませんが、同じように行ってみましょう。息を吐きながら腰をマットに押し付けます。押し付けた状態で10まで数えてみましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、結構です。力を抜いて膝を立てましょう。最後にお腹の力をつけていきます。腹筋を行いましょう。両手を頭の後ろに軽く添えます。息を吐きながらおへそを覗くように頭を少し持ち上げます。ゆっくりと下ろしましょう。息を吐きながらゆっくりと頭を持ち上げておへそを覗き込みます。おへそを見た時に片手でお腹を触ってみると硬くなっているのを感じてみましょう。ゆっくりと下ろします。ご自分の呼吸のペースで何回か行いましょう。はい、結構です。横になってやる体操はお布団の上でもどこでもできると思います。少しずつ続けて腰痛を解消していきましょう。体操は毎日少しずつ続けていくのがおすすめです。